アーネスト・イージャスト・アーネスト・エベレット・ジャストは、アメリカ合衆国における、アフリカ系アメリカ人の生物学者の草明け。ジャストは、彼の青年期を海洋生物の標本の採集と、分類と飼育に費やした。科学者は研究室で細胞をバラバラにして、観察するよりも、むしろ、標準状態下で研究すべきであると信じた。ジャストの主要内産は、有機体の発達における、 細胞表面の基本的な役割の認識であった。ジャストの主な電気作家はマサチューセッツ工科大学の修士学教授のケネス・マニングである。ジャストは1883年に父・チャールズ・フレイジャー・ジャスト・ジュニアと母・メアリー・マシューズ・ジャストのもとサウスカロライナ州・チャールストンで生まれた。祖父・チャールズ・シニアと父は不当労働者で、 彼が4歳の時に二人とも死亡し、母メアリーが一人で彼と弟と妹を育てた。メアリーは家族を養うため、チャールストンのアフリカ系アメリカ人の学校で教えていた。夏の間、彼女はジェームストの林鉱石採掘場で過酷な労働をした。島に多くの空間地があったことに気づいたメアリーは、何組かのアフリカ系アメリカ人の家族にそこへ引っ越して、 農業をするよう進めた。彼らの創設した町は最終的に彼女の名前にちなんでメアリービルと名付けられた。メアリーはジャストを教師にすることを望んでサウスカロライナ州オレンジバーグにあるアフリカ系アメリカ人のみの全寮制学校に13歳の彼を送った。南部のアフリカ系アメリカ人の学校は教育の質が劣っていたためジャストとメアリーは 北部の学校に行った方がいいと考えた。16歳の時、ジャストはニューハンプシャー州メリデンの大学進学のための高校、キンボールユニオンアカデミーに入学した。彼はキンボールで唯一のアフリカ系アメリカ人の学生であったが、4年のプログラムをわずか3年で完了し、1903年にクラスで最も高い成績で卒業した。メアリーは、 ジャストがわずか17歳のキーンボールの2年時に在籍していた時に死去した。キーンボールユニオンアカデミーを卒業した後、ジャストはニューハンプシャー州ハノーバーのダートマス大学に入学した。彼は1907年にダートマスを優等で卒業した唯一の学生であった。アーネストは植物学、歴史学、 社会学で優秀な成績を収めて2年間のルーファス長と小学生に指定された。ダートマスを卒業後、ジャストは当時の全てのアフリカ系アメリカ人の大学卒業生と同じ問題に直面した。いかに優秀で成績が良くても白人の大学の教職員になることは不可能に近かった。ジャストは当時最善と思われた選択を取り、 アフリカ系アメリカ人のための大学であるワシントン DC のハワード大学で教員の地位についた。1910年、彼は学長ウィルバー・ピー・サー・キールドが新たに創設した生物学部門の担当を任された。1912年、彼は動物学部の学部長になり、1941年に死去するまでその地位にあった。ジャストはすぐに、 シカゴ大学生物学部の学部長、フランク・ R ・リリー博士の知域を得た。マサチューセッツ州、ウッズ・ホール海洋生物学研究所の所長であった、リリーは、1909年の夏にウッズ・ホールで、彼の研究助手に、ジャストを招いた。その後20年間、1年だけを除いて、毎年夏にジャストは、ウッズ・ホールで過ごした。1912年6月12日、 アーネストは、ハワード大学でドイツ語を教えるエセル・ハイワーデンと結婚した。彼らは3人の子供マーガレット、ハイワーデン、マリーベルを設けた。1911年、ジャストは、ハワード大学の学生エドガー・エーモスラブ、オスカー・ジェームズ・クーパー、フランク・コールマンらがフラタニティのオメガ・サイファイを創立するのに助力し、初代顧問を務めた。オメガ・サイファイは、 アフリカ系アメリカ人のための大学で、アフリカ系アメリカ人のために設立された初めてのフラタニティである。1915年、ジャストはハワード大学を休職し、シカゴ大学の上級学問プログラムに入学した。その同年、卓越した若い科学者として国民的な名声を増していたジャストは、2月12日に NAACP のスピンガーンメダルの最初の受賞者と、 なった。1916年6月、ジャストは受精のメカニズムの論文で、シカゴ大学から実験発生学の博士号を受け、主要な大学からこの学位を受けた、一握りのアフリカ系アメリカ人の一人となった。続く数年の間、ジャストは世界的に尊敬される、生物学者になった。ウッズホールでは、彼は海洋哺乳類の細胞の受精を研究する数千の、 実験を指揮した。彼の小型の水生動物に関する仕事はヨーロッパの生物学者から高く評価された。1922年、ジャストはジャック・レーブの辞に勘ため生殖の理論の反証に成功した。彼が最初に出版した本海洋哺乳類の卵に関する実験の基礎はウッズホールでの研究がベースになった。ジャストは20年間以上にわたる ウッズホールでの研究の結果50以上の論文を出版した。しかしながら主要なアメリカの大学ではいつまでも役職を得ることができなかったためにジャストは不満を募らせた。彼は低収入を得られて彼の好きな研究により多くの時間を費やせる地位を欲していた。アメリカ合衆国での人種的偏見が自らの可能性を制限していると感じ、 ジャストは1929年1月にヨーロッパへ移住した。その同年、彼はイタリアのナッポリにある動物学の研究所で実験を行った。そして1930年、彼は数名のノーベル賞受賞者が研究を行っていたドイツ、ベルリンのカイゼル・ウィルヘルム学会に招かれた最初のアメリカ人となった。ジャストは当時もハワード大学に報職していたが、 ほとんどの時間をドイツで過ごした。1931年、彼はドイツ人のヘイトビヒシュネッツラーと出会い、後に結婚した。1933年の初め、国家社会主義ドイツ労働者等が政権を掌握し始めた頃、ジャストはドイツでの研究を中断した。1934年、ジャストは研究のほとんどをイタリアとフランスのパリ大学で行った。 ハワード大学の経営人との絶えない意見の相違にひどく疲弊し、健康を害したジャストは1938年にフランスに高級的に移住した。1939年、ジャストは海洋性小型哺乳類に関する障害の業績を要約した普及策、細胞表面の生物学を出版した。1940年、ドイツがフランスに侵攻し、 ジャストは短期間ながら捕虜収容所に収容された。同年9月、彼はアメリカ合衆国国務省に救出されて故国に戻った。しかし、収容に先立つ数ヶ月の間にジャストはひどく健康を害していた。健康状態は捕虜収容所にいた間にまた帰国の途上においてなお悪化した。ジャストはハワード大学の教団に再び立ち寄るほどに、 回復することは二度となく、1941年10月27日に、水臓岩で死去した。ありがとうございます。